はい、今回の料理はイタリアの家庭料理で定番のトマトとバジリコのパスタになります。はい、2人前の鍋にオイルを36ちょっと入れます。そしてニンニクを細かくしたやつを大さじ1ちょっと入れます。そして、まあ、好みで鷹の爪を入れます。で、火にかけて、鍋が温かくなるのを待ちます。はい、周りがプチプチ言い始めてきたので少し火を弱めます。では細かくしたニンニクなんで火が入るの早いですから、このぐらいの温度になってきたらあとは余熱でいっちゃいます。これはもうイタリアのお母さんが作るとっても簡単なパスタなんで本当にしょっちゅう食べます。で、ニンニクが少し色づくぐらいまで鍋回し続けます。で、だいぶ香りが出てきたところにここにバジリコを入れます。バジリコ入れます。バジリコの香りを出して、トマトのホールを入れます。大体2人前なんで0ドル2杯分ぐらい。これはホール缶をただ潰しただけの状態になります。2杯ちょっとで、もう一度火にかけます。ここでは強火でいいと思います。ここの時点で塩を入れます。